はい、どうも、佐久間優吾です。本日は人生に役立つ情報じゃなくて、おすすめの本目次読み、こちらを紹介していきたいと思います。本日紹介する本はこちら、じゃん、ジョコビッチの生まれ変わる食事、何をどう食べたらいいのか、こちらの目次を紹介していきたいと思います。私がこの本を書こうと思ったのは、私ならあなたの肉体だけではなく人生すべてを変えられる、それもたったの14日間でと知っていたからだ。気になる目次はこちら。序章、私を生まれ変わらせた食事。わずか18ヶ月でどん底から世界王者へ。呪い、予告もなしに私の力を奪う謎の力、アレルギーか喘息か体調不良か、夢にたどり着くために足りない何か、第二集団でもがくだけの存在、試合中に別人になってしまった私。私の人生を一変させた食事とは、最高の食事とは何かを知るための技。炎症を起こす食事、人生のすべてを大きく変えるマジック。間違った食事をしていた男、1万4000キロの途方に暮らされた驚くべき診断。第1章、バックハンドと防空壕。すべてのプロテニス選手が裕福層のカントリークラブから出てるわけではない。突然の空母、予想もしていなかった出来事、モニカ・セレシュ以来のゴールデンチャイルド、孤独感と無力感、空爆下のアマチュア選手権、無力感を受け入れること、オープンマインドとして新しい手段を求める。第2章、夢を叶えた私、食べ方。私はどうやって世界一のテニスプレーヤーになったのか。ウィンブルドン、ナダルとの戦い、恐ろしいフォアハンド、勝つための大博打、試合がない普通の一日の過ごし方、世界一になるための代償、優勝カップを挙げる。第3章、オープンマインドになるだけで体は変わる、あなたの人生を激変させる14日間、博士のおかしな実験、あらゆるアレルギーを調べる ELISA テスト、パンとパスタに別れを告げる、新しい食事、新しい人生、肝臓器の修復の順番、あなたの人生を激変させる14日間、消え去った鼻づまり。第4章、あなたの動きと思考を邪魔するもの。頭と体を密かに鈍らせているものの正体、ランキング200位の生活とランキング40位の生活、植物アレルギーの検査方法、私が何をどのように食べているか、グルテンという重大問題、かくも敏感な我々の肉体、世界1位を、なんだ、読めない、なんとかんでいたピザ、グルテンはこんなところにも隠れている、脳内の霧が消え去った、小麦が肉体を蝕む仕組み、グリセミック指数で食品を見てみると、砂糖とフルクトースという天然の糖分、グルテンフリーを2週間やってみたら、乳製品とのお別れで何が起こったのか、牛乳半分は糖分、私に活力を与えてくれる食品。第5章、食事に関する私のルール、勝利するための食卓、私の食事について、本当の秘密、真っ暗闇のレストラン、ゆっくりと意識的に食べよう、食事に関する私のルール、食事前にすること、食事中にしないこと、体に明確な指数を与えよう、前向きであれ、量でなく質を追求せよ、化学薬品は体重を増やせと指示する、変われ、さもなくばもっと深刻な問題が起きる、ではどれくらい食べているといいのか、自分の肉体が発する声、私が氷水を飲まない理由、スプーン2杯の蜂蜜、朝食時間のパワーボール、トレーニングをこなす燃料、エネルギーの高まりと集中力のなんとか質、1週間分の栄養。第6章、圧
倒的成果を出す思考のトレーニング、集中力強化とストレス解消戦略、グルテンを含む植物が精神に与える影響、ドアプレートを閉店から開店にひっくり返そう、自分に問いかけたい3つの質問、成功するためのエネルギー、負を撒き散らす人、恐怖を植え付ける人、私自身のエネルギーを維持する方法、ネガティブなエネルギーを追い払う、結果は望み得る限りで最高のものになる、自分の時間を作る、睡眠を考え直そう、最高の眠りを得るための工夫、金と成功がもたらすストレスを除去する方法、トレーナーから最高の褒め言葉、自分を制御できる力の大きさがあなたの人生の質を決める。第7章、誰でもできる簡単なフィットネスプラン、ビジネスにも日常にも活かせるエクササイズ、私の起きている16時間の使い方、本物の柔軟性を取得する、ダイナミックストレッチ、筋肉を上手に回復させる、お金がかからない効果的マッサージ、体と思考を動かしストレスを解消するヨガ、付録王者のレシピ、私を成功に導いた素晴らしい料理、付録におすすめの食品ガイド、実際に本書を実践してみてしての分け物後書き、解説1、小麦たちがこんなに効果があるわけ、白沢拓司、順天堂大学なんとか研究教授。はい、解説2、プロテニスプレイヤーが見るジョコビッチのすごさ、杉山愛インタビューという感じです。ぜひ今日読み終わった本、ジョコビッチの生まれ変わる食事、グルテン、小麦などに含まれるタンパク質を14日間だけやめてみて、どういう気分になるか試してみてほしい、そして15日目にパンを少しだけ食べて様子を見てほしい、体が発する声に耳を傾けてほしい。まだ俺もね、糖質とパンは今日は食ってないけど、とりあえずビールを毎日晩酌してたんですけど、今のところ3週間抜いてるんですけど、体が調子いいですね、軽い、うん、疲れもない、だるくない、いいかもしれないですね。これから今日からちょっと食事の方も制限していきたいと思います。ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺でドロン。